こんにちは、松はいつも一人の松です。今回の企画はですね、2022-2023シーズンのバルセロナ特集を行っていきたいなと思います。題して、バルセロナが積み重ねる栄光への道と困難な財政。はい、ということで、来シーズン、8月の、13日あたりだったかなに、まあ、ラリーガの開幕が、迫っているというところになるんですけれども、当然期間はねまだまだ、時間も空いていますし、今はね移籍市場だったりとかが空いたばっかりになるんですけれども、このバルセロナの特集を、ちょっと早いですけれども、やっていきたいなと思います。現状ね、まあ、私がこのラジオ収録をしている時点までの動きだったりとか、まあ、現状のバルセロナについて、まあ、私が分かる範囲での、お話をすることになるので、まあ、前置きというかね、補足事項として、私はあのバルセロナのサポーターというわけではないので、バルセロナのね、サポーターの方々に比べると、持っている情報量だったりとかね、バルセロナの内情の詳しさとか、その辺で、まあ、多少ね、まあ、違いっていうのが出てくるかもしれないんですけれども、もしね僕がお話ししている中で、あ、これ実はそういうわけではなかったんですよとかね、あ、それ実はこういった感じで今進んでますとか、まあ、財政の方でもそうですけども、まあ、何かありましたらぜひコメント欄とかで、教えていただけると、まあ、私松も非常に、まあ、勉強になりますので、よろしくお願いいたします。では早速始めていきたいなと思います。まず昨シーズンの振り返りというところになるんですけれども、カップ戦は取れずに、リーグ戦は2位という形でフィニッシュしました。まあ、バルセロナとしたらね、なかなかまあ悲しいというか、まあ、不甲斐ないというか、まあ、ちょっとこう物足りない、シーズンになったのではないかなと思います。ただですね、昨シーズンの開幕は、ロナルド・クーマンが監督を務めていて、途中から、シャビエル・ナンデスが監督を務めましたけれども、まあ、クーマンはね、もともとね、もう皆さんの評価も一緒だと思いますけども、まあ、とにかくまあ監督として、まあ、采配の部分だったりとか、起用のところだったりとか、もう本当にとにかくね、まあまあ、課題というか、まあ、欠点がとにかく多い、監督でしたので、まあ、彼がねバルセロナの指揮官になるっていうことが発表された時点で、あ、もうやばいなとは思ってたんですけど、まあ、実際ね、まあ、こういった形でシーズン途中に解任されて、ちょっとね、まあ、ぐちゃぐちゃになりかけてたバルセロナをシャビがなんとか立て直して、リーグ戦2位まで、持ち込んだっていうのは、まあ、シャビの手腕と、そしてまあバルセロナの選手たちの、まあ、頑張りと努力、この辺が非常に報われたところだと思います。もう下手したらね、チャンピオンズリーグ圏内とかもちょっと危ないんじゃないかって思われるぐらい、本当にクーマンの時はやばかったですから、うん、それと比べるとね、まあ、内容も含め全然違うと思います。で、一応ね、まあ、シャビとクーマンとの、シーズン合算にはなるんですけれども、38試合で31勝10分け7敗という形になってます。まあ、バルセロナとしてはね、10引き分けかっていうのも多いですし、まあ、7敗っていうのもまあ多いと思います。まあ、それこそね、ラリーガのタイトル、まあ、ブンデスでもプレミアでもそうですけども、やっぱりまあタイトルを取るチームっていうのはね、負けがだいたい5以下とかで、引き分けがもう7とか6とか5とかね、少ない、多くてっていうのがだいたい多いじゃないですか、ここ最近はね。なので、まあ、数字っていうところだけを見ると、まあ、正直優勝っていうのは厳しかったと思いますけども、とはいえ2位で終われたっていうのはね、非常に素晴らしかったんではないかなと思います。はい。で、バルセロナ、まあ、来シーズンのね、まあ、目標と言われるところが、まあ、間違いなくチャンピオンズリーグの優勝、まあ、チャンピオンズリーグでの上位進出、そしてラリーガのタイトル制覇、カップ戦の制覇、まあ、その辺になると思います。まあ、バルセロナっていうクラブを考えたら、まあ、当然なんですけれどね、まあ、そこをまあ目指していく戦いになるというところです。で、そこにあたって、まあ、一番明確な変化と言われるのが、やっぱりチームの補強、放出になってくると思います。で、現状、まあ、バルセロナがですね、まあ、一番必要と言われているポジションがですね、フォワード、センターフォワードですね、そしてサイドバック、そして中盤、そして、センターバックと言われております。
ただですね、補強したいんですけれども、バルセロナは現状10億ユーロの負債があるというところみたいなので、まあ、現状相当、まあ、難しいです。そう簡単に補強はできないと。誰かを出さないとまずお金は浮かないっていうところになるので、誰かを補強すらできないっていう状況になってくると思うんでね、まあ現状ね、まあ、よく名前の上がってる選手とか、まあ、よくこの選手の名前見るなとかね、皆さんあると思うし、まあ、あの彼らが動き次第、まあ、バルセロナとしても補強に動ける、まあ、そういった形になると思います。では、まず放出の方からお話していきたいなと思うんですけれども、すで、に対談が決まっているのが、ダネ・アーベス、そしてアダマ・トラオレ、まあ、このあたりはすでに決まってるのかな。はい。で、他の選手でいきますと、まあ、デスト、フレンキー・デヨング、デパイ、ブライス・ワイト、デンベレ、ピケ、ウムティティ、ラングレ、ミンゲサ、プッチ、ルーク・デヨング、まあ、このあたりも放出候補なのかなと思ってます。ちょっとね多いですけども、ちょっと一人ずつ話していきますね。まずダニー・アーベスに関してはですね、まあまあ、短い期間ながらバルセロナに復帰してくれて、運動量とかね、まあスピードと言われる部分では、まあ、昔ほどのね、クオリティっていうのは出せないのかもしれないですけれども、やっぱりもともと持ってる地頭の良さ、判断の良さ、そこに彼自身が持ってるキックとか、技術のところがやっぱり上乗せされると、やっぱりバルセロナの戦力としては非常に大きく、躍動して活躍してくれていたので、短い期間ながらバルセロナを支えてくれた大きな、まあ、レジェンドの、期間っていうのは、バルセロナのサポーターの方々ももう本当にありがとうと、まあ、いう気持ちでいっぱいなのではないかなと思います。もうすでにね対談が決まっているので、移籍先に関してはね現状全く話とかね話題の方もまた全く聞かなくって、一時期ねなんかマジョルかどうたらみたいな話してましたけど、本人がね SNS 上でそれは違うよ嘘だよみたいな感じのね、まあ、あの文面を残していたので、まあそれはないと。でまだブラジルに戻るのか、まあ、それともヨーロッパ国内でプレーするのか、まあその辺もねまだまだ分かんないですけども、とはいえ本当にご苦労様でしたと、まあ、言える素晴らしい選手ですね。そして、次セルジーノ・デストに関してなんですけども、まあ、デストも、まあ、出番はそこまで確保できていなかったと思うんですよ昨シーズン、まあ、確かに年齢は若いし、まあ、幅を取ったところからのクロスだったりとかね、もともと攻撃性能を買われて補強されてますから、バルセロナでもその役割を担っていく、まあ、そういう方の、役割を担った上での戦術だったりとかっていうところになったと思うんですけど、彼を獲得したのはねもうシーズンだいぶ前ですから、まあ、少し前ですからね、シャビが欲しいと言って取ってきたわけではないですからね、まあ、デストも、まあ、補強されるという噂が立ってる選手がもし来ると、まあ、控え的な役割を、まあ、担いながら、まあ、時折状況に応じてはスタメンで出るよみたいな役割を担っていくと思うんですよ。でそれを本人が、まあ、許容できるかできないかによっては放出または退団っていうのも考えられるのかなと。ただね、まあ、現状その右サイドバックを欲しいと思ってるチームっていうのも、まあ、ヨーロッパ見渡しても限られてくるので、ビッグクラブってなるとねより限られてくるので、まあ、デストとしても、まあ、悩みどころのところなのかなと思いますね。そしてフレンキー・デヨングに関してですけども、まあ、今ね、まあ、私が大好きなマンチェスター・ユナイテッド、バイエルンの一つマンチェスター・ユナイテッドが、まあ、非常にね、積極的にフレンキー・デヨングの交渉の席についております、まあ、現状、ね、どうなっているのかっていうのは、まあね、文面のところで行くんじゃないか行かないんじゃないかみたいなのがずっとこう、ね、試行錯誤しながら、記事が踊ってますけども、でも結局現状一つ言えるのは、先ほどの100億ユーロの負債のところもそうだし、バルセロナが今一番欲しいと思ってるフォワードの選手を取るためにはフレンキー・デヨングを出さなければならないという噂が、まあ、濃厚じゃないですか。ってなってくると、フレンキーを放出、することも、まあ、バルセロナとしては容認しているだろうし、まあ、これだけ交渉の場が持たれてる、これだけこう移籍の話題がこうね、相当な時間、まあ、話題に上がっているということはバルセロナが拒否しているっていうことはないでしょうから、まあ、あとはフレンキーの気持ちと、ユナイテッドの口説き文句とバルセロナとのまあ関係性だったりとか、まあ、本当にその辺でのすり合わせによって、まあ、フレンキー・デヨングの移籍は決まるのかなと思います、はい。
で次、アダマ・トラオレ、まだ決まってはないのかな、決まってはないけどほぼ決まってると言ってもいいと思うんですよ。多分バルセロナが買い取りオプション使わないと思うんで、業しないと思うんで、多分ウルブス、ボルバーハンプトンに変えると思います。で右のウィングバックでね、使われることが多いんですけど、ウルブスでも、まあ、そこで同じ役割を担うのか、それともまた別のチームに行くのか、まあ、その辺は分からないですけどね。一時期あのスパーズとかね狙われたりしてましたけど、まあ、その辺もねどうなんだろうっていうところではありますね、はい。で次デパイですね。デパイに関してなんですけれども、デパイはね残しておくべきだと僕は思います。来シーズンねワントップと言われるところに、まあ、あの選手を欲しいとなってると、まあ、あの選手が常時スタメンになるじゃないですか。で左は多分ファティになるでしょってなった時に、右はじゃあ誰なんですかってなった時に、まあ、デパイももともと左とか特攻でやるタイプなんで、右で使ったらどうなるんだっていうのもあるし、いわゆるセンターフォワードと左もできるんで、まあ、補強されるフォワードと左のいわゆるファティのサブ的な役割でうまくここローテーションしながら使うこともできるんで、まあ、デパイは残したいと思うんですけど、まあ、本人もねやっぱり、バルセロナでのプレーっていうのを希望してるでしょうけど、やっぱ時間っていうのもねやっぱ気にしてるでしょうから、出場時間っていうのも、まあ、そこでね、まあ、お互いの意見っていうのが、納得できるものがお互いがこう提示できなければ、まあ、デパイが出ていくっていうこともありえるのかなと思います。ただ残しておきたいですね、うん。でブライス・ワイトに関してはもう起用時間ももうほとんどないし、一時期ね、シャビだったかなが、なんか、もう移籍というかね、それを容認した5人の選手みたいな感じの中にこのブライス・ワイトが入ってるみたいなねニュースも出ましたけども、まあ、彼自身ももう移籍をもう模索するべきだと思います。まあ、バルセロナに残ったとしても出場時間っていうのはもうほとんど確保できないでしょうから、難しいところだと思います。で次、ウスマン・デンベレに関してなんですけども、もう一時はねもうシーズン開幕の頃はもう出るんじゃないか出るんじゃないかどこどこ行くんじゃないかってなって、シャビになって、彼も気持ちを切り替えて、まあ、戦える選手になったんですけれども、まあ、バルセロナが提示してきたものに対して、まあ、納得できなかったと、まあ、いうところで、まあ、放出退団っていうのが、まあ、現状可能性としては高いです。ただ、まあ、残留がの可能性も残されているのは残されているんで、まあ急転直下で残留とかね当然ありえますけれども、彼を狙っているクラブと言われているのが、まあ、チェルシーとかねパリ・サンジェルマンとか、まあ、そのあたりからも声かかってるみたいなので、まあ、どうなっていくのか、まあ、お金はね、かかるんでねバルセロナとしても、まあ残したいけどお金はかかるし、右で使ってあれだけ仕事できる選手を簡単にも出すのも怖いしなみたいなね、いろいろ考えどころではあると思うんですけど、まあバルセロナにとって一番ベストな、選択っていうのを取るため の、まあ、試行錯誤と、考えをまとめるっていうところが非常に重要になるのかなと。それこそバルセロナのサポーターの方々にとってデンベレの残留か放出どっちがねいいんだろうなっていうのがちょっとまあ聞いてみたいところではあって、確かに彼は武器になるし、素晴らしいものを持ってるんですけど、まあ、彼の後釜として取ろうとしてた、まあ、後でまた話しますけど、まあ、右のウィングのねプレミアの右のウィングの選手が取れるんであれば、確かにタイプは違いますけど、まあそうなったんだったら、まあ、デンベレを出してもいいと思いますけど、取れないんだったら残留させた方がいいですね、うん。だからもう、ね、交渉の、まあ、進み具合によってって感じですかね、うん。で次ピケに関してなんですけども、まあ、現状残留が濃厚だとは思うんですよ、どちらかといったら。ただなんかシャビがねなんかピケに対して常時スタメンで出れるかはもう厳しいよみたいな感じの、まあ、ニュアンスの発言をしたと、本人に対してその言葉をかけたよみたいなニュースが出回りました。でそれに対してピケがね世界トップクラスのセンターバック連れてきてみろよ、俺がそいつをサブに追いやってやるよみたいなねかっこいい言葉言ってましたけども、まあ、ピケはもともとねそういうスピードとか自分のフィジカルとかで勝負するタイプではなくって、まあ、フィジカルとかは持ってるんですけど、どちらかというと読みとかね相手の体勢とか、持ち方とかね、まあ、そういったところでうまく対応しながら、まあ、地頭のクレバーさを使った中での自分の技術フィジカルを使う選手なので、
まあ、もともとめちゃめちゃいいセンターバックなのはね、まあ、皆さんも、周知の事実だと思うんですけども、まあ、それでも、まあ、センターバックをもし補強したとして、まあ、ピケをもうね、使うこともなかなか難しいと、おしゃべりが完全に決めたのであれば、まあ、ピケも出ていくっていうことを考えてもおかしくないのかなと。まあ、ピケもね、奥さんのシャキーラと別れたりとかね、いろいろあったりとかして、まあ、プライベートのところでもね、結構今話題も多かったですから、まあ、落ち着きたいっていうところもあると思うんですけど、まあ、環境を変えてみるっていうのもありかもしれないですね。うん、まあ、それこそね、ヴィッセルとか来たら面白いですけどね。で次ウムティティですね、まあ、彼はですね、まあ、怪我が本当に響いて現状スタメンもほぼないです。試合に出てる姿っていうのも本当にほとんど見てないですね最近は。移籍してきた当初はリオンからだったかな、非常にいいセンターバック、まあ、バルセロナ補強したなと、まあ、思っていたし、まあ、これから先ね、まあ、ウムティティ、ラングレー、まあ、そこにまあピケも加わってこの3枚でうまいこと回していくんだろうなとか思ったりとかね、まあ、結構いろいろ考えたりはしてたんですけど、まあ、監督選びでねクーマンを選んでしまったりとか、まあ、ウムティティも怪我があったりとかでね、財政状況がみたいなね、伸びたがどうたらこうたらみたいな使いすぎたりとかでね、なんかちょっとこう難しくなってしまって、まあ、ああいった状況になりましたけども、まあ、ウムティティもね、もともと能力は高かったセンターバックですから、現状コンディション、試合感というところでどうなのかっていうところはあるんですけれども、まあ、現方もね、確か受け入れてたはずなんですけど、まあ、出場時間、サッカー選手としてもう一度プレーして、サポーターの皆さんに、見てもらうためのプレーの姿っていうのを見せるためには、まあ、出ていくっていうことも、まあ、一つの選択肢なのかなと思います。はい、では次、ラングレに関してなんですけども、まあ、ラングレはね残しておくべきだとは思います。正直能力高いですし、まあ、本当にねなんかこう目立ったものっていうのは確かにこうファンダイクのような力強さと対人の強さとか、ルベンディアスのように読みをしっかりと聞かした中での力強さとか、ね、まあ、確かにこうなんていうのかな、世界のトップオブトップの人と比べると、まあ、確かにこう目立つものっていうのはないのかもしれないけれども、何かこう一人の中心的なセンターバックの相棒として置くのは、まあ、非常にいい選手で、判断もとにかく的確だし、まあ、ボールを出す、まあ、フィードと呼ばれるところも、まあ、本当にうまいし、まあ、ボールを持つ角度とかもね、ちゃんとこう相手の状況、味方の状況だったりとかを整理して判断しながら、パスを出せる選手ですから、まあ、本当にいい選手だなと。それこそセビージャからねバルセロナ移籍するときも一時期ユナイテッドに来るんじゃないかとか言われててね、もう僕はユナイテッドのサポーターなんでラングレー欲しい欲しいと思ってたんですけど、なんでまあ彼も、まあ、センターバックの補強っていうのが、まあ、バルセロナが行っていくんであれば、出番の確保っていうのを考えたときに、まあ、放出出ていくっていうのもありえるのかなと。ただ現状、まあ、バルセロナの財政状況を考えたときに、センターバックは多分ファーストチョイスではないと思うんですよ。多分3番手4番手ぐらいに考えてる補強だと思うんで、まあ、現状は残留だと思います。はい、で次ミンゲサに関してですけども、まあ、クーマンの時はね結構ね、右サイドバックとかサイドバックで起用されたりとかしてて、まあ、結構穴になってたんですけど、まあ、それはねクーマンの使い方もおかしいし、まあ、やり方自体もね問題視されてたので、まあ、ミンゲサだけが悪いっていうわけではないんですけれども、まあ、ミンゲサとしたらねやっぱりセンターバックなのか右サイドバックなのか、やっぱり起用されるなら起用されるなりのパフォーマンスとクオリティっていうのをやっぱバルセロナレベルのクラブになると見せなければならないですから、やっぱりねアウベスとか、センターバックでピケ、エリック、ガルシアとかねラングレーとかに比べるとまだまだ物足りなさっていうのがあって、出場時間っていうのがどんどん減っていき、現状はもう放出候補と言われています、まあ、スペイン国内での移籍って言われてますけどね、まあ、その方がいいと思います。はい、で次、リキプッチに ですね、まあ、昔ね、まあ、彼が出てきた頃はね、まあ、本当に未来を担うんじゃないかみたいなね、まあ、ニュースが出てたりとかしましたけども、まあ、現状はニコ、そしてペドリ、ガビ、まあ、この3枚プラス、ブスケツがいてっていうところになるんで、まあ、フレンキーもいますけどね、まあ、そこにこのリキプッチが入っていくのは正直もう難しい。まあ、リキプッチは、まあ、ペドリほどなんか、まあ、ボールを受ける意識とかこう技術とかはあるんですけど、
こうなんていうのかな、チームとしてこううまくボールを運ぶっていう形になった時に、自分が受けない形でのボールを前に進める方向、前に進めていくことに対してのデザイン性とか動きっていうのがちょっとこう、まあ、ペドリに比べるとちょっと劣っているっていうのは失礼ですけど、まあ、ちょっとこう垣間見えてしまうんですよね。まあ、その辺でやっぱりこうシャビもね、もともとそこでやってた選手ですから、やっぱり求めるものっていうのは相当なハイクオリティのもの、求めていくでしょうからね。まあ、当然バルセロナっていうクラブですから、まあ、プッチとしてはちょっと出番はなかなか確保するのは難しいんじゃないかなと思います。はい、で次ルーク・デヨングに関してですけども、まあ、ルークはね、まあ、確かに足元とかね、こう目立つ技術っていうのは確かにないのかもしれないけども、まあ、ポスト含めセットプレー含めで、昨シーズンはねバルセロナに対してこう与えたこう劇的なゴールだったりとかっていうのは非常にね、まあ、素晴らしかったですし、まあ、残すっていうことはありなのかもしれないんですけれども、ただね、補強される可能性が高いフォワードの選手がもう何でもできる選手ですから、まあね、残す理由がないなというか、それだったら違うタイプのフォワードを残したい、それこそデパイを残したいとかね、フォワードで起用できるまた違うタイプのってなってくるんで、まあ、ルークとしては残留の可能性もゼロではないけど、彼自身の出場時間っていうことを考えると放出または退団っていうことを考えるべきじゃないかなと個人的に思っております。はい、では次、補強の方に行きたいなと思うんですけれども、まず、フォワードですね。もう何度もね、さっきもちょっとね、あの名前は出さなかったですけども、まあ、皆さんも知ってると思います、ロベルト・レバンドスキー。はい、まあ、彼に関してはですね、まあ、私はバイエルンのサポーターでありますので、まあ、彼のことは、本当によく知っているつもりです。正直言ってできないことってほとんどないです。うん、今それこそね、ベンゼマがねよく、まあ、名前も上がるし、チャンピオンズリーグも取ったしっていうことでね、バロンドールを、受賞することも間違いないと言われてますけども、レバンドスキはねもう毎試合毎シーズン毎シーズン得点を取ってますし、ブンデスでもで、こう理不尽なゴールもしっかり決めれますし、でゴールに対して逆算した中での、まあ、動きだったりとかをうまく、行って得点を取れるんで、ちゃんとねボックス内に人を割いた中でスペースを与えてしまえば、もう完全にこの選手は何でもどんな形でも得点取れるんで、まあ、バルセロナからすると、まあ、本当にライバルのレアルマドリードのベンゼマに匹敵する、まあ、ほぼ同等というかもう同等かなの、まあ、フォワードを獲得できるっていうのは、まあ、いい補強ですよね。まあ、バイエルンのサポーターからするとね非常に残念なんですけども、まあ、レバンドスキもね本人ももう退団の旨をね、インターナショナルマッチウィークのあたりでねちょっと発言してるんで、まあ、そこはもう僕もね何言うても変わらないと思うんで致し方ないんですけれども、取れたらね非常にいいと思います。ただここに関しては放出のところで出したねフレンキー・デヨング、を放出しないと、まあ、財政の問題とか、まあ、その辺でのちょっとお金のね浮きっていうのが出ないってよく言われてるんで、まずは放出してからの補強になると思います。で、次、ウィングですね、右のウィングですね、ここに欲しいと言われてるのがよく名前が上がるのがハフィーニャですね。でハフィーニャになるんですけど、彼はまあリーズでプレーしてますよね。で、まあ、リーズでプレーしてて、でもともとビエルサの元やってて、で今はジェシー・マーシュの下でやってるんですけども、まあ、とにかくアグレッシブかつ運動量多く、まあ、ドリブルの技術も抜くことも、まあ、本当に全てにおいて、まあ、レベルの高い、まあ、ウィングの選手だと思います。確かに、ね、バルセロナがこう右のウィングとして彼を補強すれば、まあ、ダイアナゴルにね斜めにゴール方向に入ってくることもできるんで、まあ、バルセロナって結構もうサイドからのクロスとかもここ最近多いじゃないですか、昔と違ってね。ってなった時にこうハフィーニャだったり、まあ、レバンドスキ取れたりとかすると、まあ、左からのジョルジアルバのクロスに、レバンドスキだったりハフィーニャが逆サイドから入ってきたりとかするとね、それはそれで魅力的だし、まあ補強としてはありだと思いますけど、まあ何しアーセナルも狙ってるみたいなので、まあ、この辺は時間の問題と、交渉のうまさっていうのも結構出てくるのかなと思いますね。はい、
で、次、サイドバックですね。左のサイドバックに関してはもうジョルディ・アルバがいるんで、ただまあ年齢は重ねてますと。で、右のサイドバックに関してはダニ・アベスが退団してます。でデストもいるけど多分補強したいと思ってると思うんで、まあ、両サイドバックですよね。でよく名前が上がるのが右サイドバックが多分もうアスピリクエタを狙いにいってると思います。はい、彼も多分スペインへの復帰っていうのも考えてると思うんで、まあ、素晴らしい補強になると思いますし、彼はね、3バックの右でも使えますから、ウィングバックでも使えますからね、まあ、いい選手だと思います。僕もね、非常に好きな選手なんで。で左のサイドバックに関しては、まあ、マルコス・アロンソだったりとか、ベンフィカかな、ベンフィカのグリマルド、まあ、元バルセロナのカンテラにいたね、まあ、グリマルドとかも狙われてると言われてます。で移籍の方で名前をよく見るのはマルコス・アロンソの方だとは思うんですけれども、まあ、経験値含め、まあ、マルコス・アロンソに行きたい気持ちも分かるんですけれども、まあ、グリマルドがねベンフィカで今どういうフットボールどういうパフォーマンスをしているのかっていうのを僕あんまり詳しくないので、どっちの方がいいとは、まあ、明確には言えないですけれども、こうベテランをね数多く取ることも別に間違いではないですけども、まあ、うまく融合させるためにも、その辺でねこうしっかりとしたまあ情報とかピッチ内外でのね、まあ、立ち振る舞いだったりとか、まあ、マルコス・アロンソとかねアスピリクエタとかそういうの聞いたことないですけど、まあ、その辺もね踏まえたところでの補強、まあ、それこそねバルセロナはもう本当スペイン代表と同じようなフットボールしてますから、そこでねマルコス・アロンソも、スペイン代表に選ばれたりとかすることも多いですからね、まあ、その辺でね、まあ、取るっていうのは、まあ、確かに、スペイン代表と同じものを、ね、バルセロナでも行うっていうことを考えるんだったら全然ありだと思いますけどね。で、センターバックに関してなんですけども、まあ、取れたらっていうところだと思います。で多分狙いに行くのは多分クリステンセンになると思います。多分大物は取れないと思うんで、まあ、クリステンセンも大物なんですけど、まあ、いわゆるのはクリバリとかね、まあ、そういう子としてすごい名前が立ってる選手っていうのはちょっと補強するのは難しいと思うんで、まあ、ほぼフリーでかつお金もそこまでかからないっていうことで考えていくとクリステンセンを取りに行くんじゃないかなと思います。それこそウムティティをね放出して、まあ、クリステンセン、ラングレー、エリック・ガルシア、ピケの4枚で回していくんじゃないかなと個人的に思っています。で中盤になるんですけれども、まあ、現状ブスケツ、ペドリ、ニコ、ガビがいると。でフレンキー・デヨングも一応いますけど、フレンキー・デヨングが放出される可能性が、まあ、現状、まあ、高いというか、まあ、そういう交渉がもうすでに行われております。でリキ・プッチに関してはもう出番がもうほとんど確保できないとでしょうってなった時に、まあ、抱えるのは4枚だと。でそこで、まあ、アンカーもできてかつインサイドもできる選手で、まあ、バルセロナが狙ってる選手で話題に上がってるのが、まあ、フランク・ケシエですよね。まあ、これはねめちゃめちゃいいと思います。ケシエはやっぱりそこからボールをつなぐこともできるし、ちゃんとそこを理解した中での動きをね、連動しながら行ってチームのビルドアップに参加することできるんで、プラス、インサイドに起用されれば彼がもともと持ってる、運動量っていうのをボックスボックスで披露しながら上下にアップダウンしながら役割担えるんで、いい補強になると思います。ただここもね、バルセロナ自身が、まあ、どれだけ早く行動して、来たいと思ってくれてる選手たちに、まあ、どれだけ早く、まあ、契約の、まあ、サインを書いてもらえるようにするか、まあ、この辺もね非常に重要なポイントになってくると思うのでね、まあ、せっかちな人もおれば全然待ってくれるよっていう人もね、それは人それぞれ全然違ったりしますからね。はい、なので、まあ、バルセロナとしたら、まあ、放出と補強とか、まあ、人員整理っていうところで、まあ、数年かけて行っていくと思います。だから今シーズンで僕がさっき言った選手ねのほとんどが出ていくっていうのもないだろうし、まあ、何人かは出ていく可能性高いですけど、まあ、その辺でしっかりと整理して財政も安定させていった先に、まあ、バルセロナのね再びの黄金時代っていうのを迎えていくと思いますから、まあ、それこそもう現状ですら、まあ、だいぶ強いんですけどやっぱりね、もともとバルセロナっていうクラブがいた位置っていうのはやっぱチャンピオンズリーグのタイトルを持ってるとか、ラリーガのタイトルを持ってるとかね、どこのクラブからも恐れられるクラブだった、素晴らしい選手がたくさんいすぎるみたいなね、まあ、今もたくさんいるんですけど、やっぱりその若手にシフトした新たな選手、経験値もその、まあ、メッシとかね、ネイマール、スアレスがいた
頃よりもイニエスタとかがいた頃よりもやっぱ経験値的にはまだまだ浅い選手が多いので、これからっていうところもあると思うんですけども、まあ、少しずつ積み重ねて、もう本当に再び栄光の道へと進んでほしいなと思うので頑張っていただけたらなと思います。ということで、以上になります。本当にね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まあね、ラリーが開幕が8月13と言いましたけど、12だったっけね。まあ多分12か13なんですけども、まだまだあと1ヶ月半ぐらいあるのかな。あるので、まだまだね、日数の方、まだまだありますけれども、多分ね、皆さんも一緒だと思います。僕もそうなんですけど、もうね、早開幕してくれよって毎日思ってるんですよ。もう早見たい。早くシーズンが開幕してね、早くも選手が動いてる姿を見たいって本当にね、もう毎日思ってるんですけど、まあでも今ね、選手はね、休みの期間だし、まあ、あれだけ1年間働いたわけですからね、まあ、しっかりとした休みを取ってほしいなっていう気持ちもあるんでね、まあ、今は我慢しようって、まあ、思ってはいるんですけど、まあ、本当にね、楽しみの8月まであと1ヶ月ちょっと、まあ、皆さんもね、まあ、我慢の時間がちょっと続くかもしれないんですけど、頑張って乗り切りましょう。はい、ということで以上になります。ぜひ最後にチャンネル登録、コメント、いいね、そして、私松ですね、ツイッター、インスタグラムもやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。